バッテンです。今日はこちら大阪大学2022年理系第3問の問題を初見で解いていきたいと思います。ぜひ一緒に考えながら見てみてください。では解いていきます。問題文が短いですね。個人的には短い問題文すごく好きで、なんかこう解きたくなりますよね。正の実数 t に対し座標平面上の2点 p0t と qt 分の10を考える。 t が1以上に以下の範囲を動くとき、座標平面内で線分 pq が通過する部分を樹脂せよ。樹脂せよなんですね。特に面積とかも求めず樹脂するだけという問題です。ではやっていきましょう。まずはやっぱりグラフのもイメージですよね。イメージをまずは視覚的に捉えていきたいと思います。まあ、これやってみてなんかいけそうな取っかかりを見つけてゴリゴリと、まあ、式で処理する必要があれば処理していくっていう感じですね。そうするとまず正の実数 t に対してなので、まあ、第一象限だけ取っておけばいいでしょう。で xy があって0t と t 分の10なんですが、 t が1以上に以下の時、まあ、t の方が大きいですね。 t 分の1よりも、まあ、以上になる。 t 分の1はこれはもうちょい y を取っておくか。 t 分の1の方はこれは2分の1から1まで動く。で t の方はというと1から2まで動くという状況が分かりますと。で最初はここにあって t イコール1の時ここですね。で t イコール2の時はこっちになります。なので、まあ、どんどんこう傾いていって、なんかどうなんでしょうね、まあ、なんとなくですけど、なんかこんな感じになるんだろうという予想はまずつきます。じゃあこれをどうやっていくのかですけれども、まあ、線分の通過領域ということで、どうですかね、考え方としては、まあ順増法とか逆増法とかありますが、まず一つ目思いつくのは、まあ、いわゆる順増法とか、まあ、ファクシミリの原理って言われるような方法で、この直線の式が立ちますよと。直線の式を考えて、でそれが x イコール、まあ、なんか k、まあ、k っていうのは0から1、まあ、ちょっと倍分けは発生しそうですが、2分の1でこう倍分けは発生しそうですが、 x イコール k での、まあ、y の取り得る値の範囲を考えると、まあ、t を動かしてですねっていうのがまず一つ目の発想で、二つ目は、まあ、いわゆる逆増法的な発想で、まあ、xy っていう点をこの線分が通るかどうかですね、まあ、通る条件を考えてあげて、まあ、それを満たすような t が1以上2以下に存在するような、そういうラージ x ラージ y の必要十分条件を求めるという発想ですね。まあ、まずそのいわゆる順増法逆増法的な発想で、まあ、2つ方針は出るかなと思います。まあ、どっちでいくかですけれども、どうなんでしょうね。今回は、まあ、線分 PQ なんですよね。まあ、線分ってことでこう端っこがあって、丸2でいった場合、線分がラージ X ラージ Y を通る条件っていうのを考えるのがなんかちょっとめんどくさそうだなっていう。なんか丸1の方でいくと、もう x イコール k で、その k の値によってある程度このグラフからですね、もう k の値っていうのはもう範囲が分かって、なのでなんか y の取り得る値の範囲を考える方が楽そうだなっていう気がします。なのでここでは丸1でいきます。で丸2について、まあ、もしこれもいける場合はですね、次回までにちょっと考えて、次回の詳しい解説動画の時に話をしたいと思います。まあ、初見だと自分は ① でいく気がするので、まあ、ここではまあそういうちゃんと考え方をまあ複数ですね、思いついた上で、まあ、方針策定どっちでいくかっていうところの話を少ししてみました。じゃあ ① でいくとして、で図からですね、もう明らかな通り k イコール2分の1の時に場合分けが発生すると。つまり k が0から2分の1までの時というのは、もうなんか線分っていうことをもう無視して、そのまあ、直線の式立てて x イコール k での y の値考えて、まあ、t を1から2まで動かしていけば
まあ、y の取り得る値の範囲、それがそのままこの領域の上から下になりますよというイメージなんですが、 k が2分の1から1の場合っていうのは、これ線分っていうことこ線分っていうことが効いてきて、まあ、下が必ず0になるよと。つまり、まあ、直線の式で考えて y の取り得る値の範囲手を動かして考えていっていいんですが、まあ、下が0になるっていう点が変わってくるので、状況が違うので場合分けが必要になります。で、答案上はいきなり場合分けはもうさも思いついたかのように出てきますが、まあ、書き方としては、まあ、まず領域の名前をつけましょうか。D として、で、まあ、ちょっと丁寧に書いていくと、まあ、ここはグラフよりでいいと思うんですけどね。こっちがグラフよりか。ですね。0から1までですよね。まあ、これは、まあ、厳密に議論するとなるとですね、線分の式を立てて、まあ、言っていくしかないんですが、まあ、これはいいんじゃないですかね。Q っていう点が X 軸上にあって、もうこれがそもそも1から2分の1まで減っていくと、 t を動かした時にですね。なので、x1 以上になることはない。で、同様に x が0、あ、x が1より大きくなることはない。で、同様に x が0未満になることもないので、まあ、これを言ってしまっていいでしょう。0以上1以下。で、ここで、x イコール k。k っていうのは、0以上1以下の時の、y の取り得る値の範囲を考えると。まあ、これで最後 k を消去して、xy の、まあ、式が出てくると。で、ここで場合分けが発生していて、1個目っていうのは、k が、まあ、2分の1未満の時にしましょうか。の時、まず直線の式ですね。直線の式を立てると、まあ、2点。まあ、2つ切片、X 切片、Y 切片分かっているので、どうなるかというと、ちょっと切片方程式の式忘れたので作るしかないんですが、こっちが t、こっちが t 分の1。なので、傾きはどうなるかっていうと、t 分の1いって t 下がるので、t 分の1分の t でマイナスついて、マイナス t にしようと。直線 PQ の式は、傾きがマイナス t2 乗で、通る点が、てか y 切片が t なので、これであって、2分の1未満の時というのは、まあ、さっきも話で出てきましたが、もう直線で考えてしまっていいので、であり、x イコール k の時、y っていうのはマイナス t2 乗 k プラス t ですよと。で、まあ、0以上2分の1以下の時というのは、グラフより線分、あ、違うか、直線 PQ の t が1以上2以下の時の、通過領域での、x イコール k の、時の y の取り得る値の範囲を考えればいいと。まあ、これ書いておけばいいですよね。ちょっと日本語がややこしいですが、直線 PQ の、t を1以上2以下で動かした時の通過領域の x イコール k の時の y の取り得る値の範囲を考えれば、まあ、それと一緒ですよと。今回線分の通過領域ですけれども、k が0以上2分の1未満の時というのは、さっき考えた通り、これは別に直線 PQ として考えても、線分 PQ として考えても、通過領域一緒だよと。つまり x イコール k で止めた時の y の取り得る値の範囲一緒だよっていうことで、これで話ができて、まあそうすると、さっき考えたこれですよね。マイナス kt 二乗プラス t。これを、まあ、二次関数なので平方完成ですね。今から考えるのは t を動かす。1以上2以下で t を動かしたときに、これの値域を求めたいので平方完成します。k イコール0があるのか。めんどくさいですね。ちょっと場合分けが、
分岐しますね。 k イコール0の時というのはイコール t なので、これを1以上2以下で動かせば y の取れる値の範囲というのは1以上2以下で、 k が0より大きく2分の1未満の時というのは、これを t の2次関数と見ると平方完成して t マイナス 2k 分の1かな、これでどうでしょうね。2が消えて k も消えてプラス t が出てくると、でプラスの 4k 分の1となって軸ですよね、 2k 分の1になると。この大きさはどうなるかっていうと、2k 分の1は k は限りなく0に近づいていく、で2分の1にちょっと足りないところまでいくってことはこうなると。これはまた倍分けが必要ですかね。つまりグラフで考えると、上に凸であることは確定していて、軸が 2k 分の1ですよと、で t が1以上2以下の時のこの取れる値の範囲を考えたいんですけれども、軸が1より大きいということは分かっているので、まあこんな感じなんですが、もしかするとこうなってるかもしれないし、さらにはこれもあるか、こうすると最小値が変わってくるので、これは倍分けが必要ですね。どこで倍分けが発生するかというと、まずは1と2の真ん中、つまり2分の3と一致するときなので、 2k 分の1が2分の3になるとき k イコール3分の1ですね。ここで分けて、次分けるのは軸が2を超えてくるときなので k イコール4分の1で倍分けが必要になると。結構めんどくさいですね。まあでも確かに途中で、切り替わりますもんね。下に来るのがどっちの直線かっていうところがあるので、まあここはしょうがないでしょう。じゃあ倍分けしていくと、これを ft と置いておきます。今で言ったのか、 e の中での倍分けで、e の、じゃあ e の1にしておきますね。これはまず、じゃあ k が3分の1より、まあ、3分の1以下の時にしましょう。あ、4分の1か。の時、軸がもう1、2の領域よりも右側にあるので、こうなります。じゃあ次、同様にサクサクやっていくと、もうこの辺は作業ですね。もう二次関数の典型の問題で、この時軸がどうなるかっていうと、2k 分の1っていうのが2以上と、2分の3以上2未満となるので、こんな感じで1と2の間には入っているけれども右に寄ってると。じゃあこの時地域どうなるかっていうと、F1 以上 F2k 分の1以下となってくるので、マイナス k プラス1以上 2k 分の1の時、これですね、 4k 分の1。はい、3つ目もうここにいっちゃいますか。それより大きく2分の1未満、この時は1と2の間に入っているけれども、軸が1の方に寄っているよということなので、地域はっていうと、これは F2 以上 F2k 分の1以下、要するにマイナス 4k プラス2以上 Ft っていうのが 4k 分の1ということになります。ということは、で、まあ、あの時というのはこの e の1に含まれますね。なので、総合して
まあ全部総合するの最後でいいか。じゃあもう一個ですね、 K が2分の1以上、あ、これはまた別の場合分けになるのか。じゃあ一旦まとめますか。一旦まとめると、となってますね。はい、じゃあ2つ目、K が2分の1以上1以下の時、まあこの時はグラフより、まあ、地域のその下の値ですねが絶対0になっているということになってきて、なので、まあ、なんかこの最大値だけ考えていけばいいんですね。つまりグラフより Y の取り得る値の範囲の加担は0であり、 FT の最大値を考えていくと、まあ考えていき、その間は全て取り得る。まあこのぐらい言っておけば OK ですかね。加担が0であるよと、まあこれは線分を考えているからですね。なのでここはちょっと特徴的なんですが、 FT の最大値までの間っていうのは、まあこの線分動かしていけばですね、分かる通り、まあ、全て通りますよと。まあどこまで言うかですけどね、まあ、あるいはもう一つ目の場合分けと同様に直線として、まあ地域を求めて下をゼロでちょん切るという方法でもいいと思います。まあそっちの方がいいですかね。なんかこの間は全て取り入れますよみたいなところがちょっと自信がないので、そっちでいきましょう。なんかこれは簡単ですかね。軸が 2K 分の1ですけれども、もうこれが2分の1で1以下、まあこれは簡単ですね。じゃあ1以下なので、軸がなのでこんな感じになってると。なので地域は F2 以上 F1 以下になる。すなわち整理するとマイナス 4K プラス2以上マイナス K プラス1ですよということが分かり、ただし線分 PQ は Y0 以上のところのみですね、のみを動くので、つまり今出した地域っていうのは、これは直線 PQ で考えていて、直線 PQ、つまりこう下までですね、伸びたところっていうのを考えていたんですけれども、線分 PQ なので、あくまでも Y0 以上のところだけちょん切られて出てくると。なので、こうしとけば OK と。まあ K が2分の1以上1時間の時、それから右辺はもう圧倒的にプラスで、これでいいですね。これで完了。じゃあ以上すべてまとめると、領域 D の式は、まあ、K で出てきたやつを全部 X に変えればこれですね。じゃああとはこれを図示していけばいいんですが、ここでもうグラフが連続してなければもう The End ですね。どっかで計算ミスをしています。じゃあ慎重に書いていくと、4分の1分岐点が3つで分かれていると。まず1までの範囲で考えていて、2分の1があり、3分の1があり、4分の1があると。まあ考えやすい方からいくと最後からいきますか。1マイナス x なので、
これはこうですか。まあこれはでもそうか。これはでも確かに最初のこの今青で塗ったここ、まあ、ここよりあとは全部下に出てくるので、まあ、ここは良さそうですね、確かに。で、ここ全部含まれ。で、次の領域というのは、4x-2、4x-2 っていうのが、そうかそうか。これは、4x-2 っていうのは、t イコール2分の1の時の式ですね。y イコールマイナス 4x プラス2になってます。ここが出てきてると。ここはつまり t イコール1の時が、y イコールマイナス x プラス1。まあもちろんこれはそうなんですが、まあ、このイメージと照らし合わせて合ってそうかどうか確認しつついくと、なので、y はもっと上にまでいくか。ちょっと直線の式を書くのは、ちょっとグラフぐちゃぐちゃになるんで、一旦省略しますね。まあ、答案では書いておいた方がいいと思います。で、その後が 4x 分の1。4x 分の1というのが、x イコール2分の1の時、2分の1の値取りますね。OK。で、3分の1の時は4分の3になる。こんな感じですね。次。y が4分の1より大きく3分の1以下の時は、下が変わると。まあ、下はこれ以降は全部マイナス x プラス1になるんで、傾きが緩やかになってて、x イコール3分の1の時、マイナス 4x プラス2に代入すると、3分の2。あ、超えてくるのか。3分の2。x イコール3分の1の時、y の範囲こうなので、もっと上か。なので、そこそこ、ここがつながってきて、あとは全部このままズドンと。マイナス x プラス1が出てくると。これ1ですね。で、上が変わっていって、x イコール4分の1の時も、これか。4分の4x 分の1。これは、x イコール4分の1の時、1になるので、あ、計算間違ってますね、これ。4分の3までか。4分の3までなので、これやっぱ上が違って、また違っていて、そうかそうか。だから、次も 4x 分の1で、x4 分の1の時1になるんで、ここに向けて、こうなんですね。で、次がこうで、最後が、このまま、上がマイナス 4x プラス2になるので、ここがつながってくると。こんな感じですか。これで確かに全部つながりましたね。なので合ってるでしょう。まあ、書いてきますか、全部。これが y イコールマイナス 4x プラス2で、ここからここまでが y イコール 4x 分の1で、ラストが y イコールマイナス x プラス1が上に来て、下はっていうと、ここは0で、次が y イコールマイナス 4x プラス2で、x イコール3分の1を境目にして、 y イコールマイナス x プラス1。まあ、これは妥当ですね。で、最後、この t イコール2の時の直線の上が効いてくるっていうのは分かりますし、まあ、この y イコールマイナス x プラス1っていうのが、まあ、境目、下の境目、上の境目、どっちも出てくるっていうのは、確かに分かります。いいでしょう。はい、なんか場合分けがちょっと下手くそだった気がしますよね。なんか結局、1個目の場合分けも、なんか、2個目の場合分けに吸収できる気がしますよね。全部結局直線で考えて、なんか、y が0以上のところだけ、大小限のところだけ取ってくればいいですね。まあ、最初の考察で、k イコール2分の1で状況変わるなってのが見えたんで、そういう場合分けをしたんですが、まあ、後から振り返ると、なんか一つにまとめられたなっていう感じがするので、まあ、次回のしっかりした解説の時には、まあ、もうちょっとスタイリッシュな
答案を仕上げて解説したいと思います。あとは ② の方もですね、逆造法でもいけるのかどうかちょっと検討してみたいと思います。でその後の流れを振り返っておくと、まあ、x のトゥルール値の範囲考え、まあ、もうグラフからわかるんで x イコール k で切り取って、そこの y のトゥルール値の範囲を考えると。でここら辺はもう全部一直線で、まあ、いわゆる二次関数の最大最小問題、まあ、軸は文字で含まれているのでバイブキが発生してくるよっていうところ、ここら辺はもうただの作業です。でまあ、2つ目の場合分けで k が2分の1以上の時になってくると、まあ、直線じゃなくてちゃんと線分っていうことがですね効いてきて、第一象限のみにしないといけないので、まあ、そこをケアしてあげたんですが、まあ、ここは答案としてはもっとスタイリッシュにできたかなというところ。で、まあ、最後の図紙ですね、まあ、ここは全神経を集中させてちゃんとグラフがつながるか、あとは実際のですね最初に掴んだ視覚的なイメージとちゃんと合致するかどうかを確認して終了という感じです。まあ初手さえ決まればあとは作業の問題かなと思います。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。